はい、えー。それでは今回は株式会社コルーリ社代表取締役の思い出編集室、小野恵さんにお話を伺いたいと思います。小野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 はい。えー、編集者としてね、ほんと長く、あの、お仕事をされて、さらには、あの、ご自身で思い出コンパクト術っていうところも開発されて、えー、ほんと人の、こうね、思い出、部屋も心も全部スッキリこうさせていくというお仕事をされていらっしゃるわけなんですけれども、はい。えー、それでは早速にはなりますけれども、そんな小野さんの夢やビデオについてお聞かせください。 はい。えー、っと、私は今、あの、還暦の60歳なんですね。あの、なんかね、60歳ぐらいになると、若い時は60歳のイメージっていうと、なんかもう悩みも何にもなくてね、なんかこう、はい、うん、なんかこう、 軽快に生きていいるというか、うん、あのそんなイメージを持っていたんですけども、いやいやそんなことなくて、やっぱりね、60ぐらいになっても人間というのは若いときと、まあ、同じとまでは言いませんけれども、まあ、いろいろ皆さんね、抱えながら、こう一歩一歩前にあの進んでる方が多くて、で、まあ、ともすればちょっとこれからね、あの、えー、高齢 高齢になっていくにつれて、どちらかというと気持ちが沈んでいかれる方が多いな、というような印象を持ってるんですけど、まあそういうこともなくね、あの自分らしく、もう人生の最終コーナーこそ、あの、それまでね、頑張ってきた人生をね、なんか、なんていうのかな、もう頑張ってきたという、そのなんか、取り戻すというのは変ですけれども、その、もう、 心穏やかにこう誰もがこう人生を終えていけるような、あのー、になってもらうといいなと、まあ、私自身を含めてそんなふうに考えてます、はい、いやありがとうございます。人生のね最終コーナーをどう生きるかってめちゃくちゃ大事ですよね。はい まあそこをこうもっと心穏やかにまあ頑張りを取り戻すっていうところなんですけれども、はい。なんかもうちょっとその終わりをどんなふうに迎えるのかっていうところ、もう少し、はい、イメージ補足していただくとい,といいですけど、はい、いかがでしょうか。はい なんかあのことわざってね、やっぱり本当によくできてるなと思うんですけども、はい、の終わりよければ全てよしっていうのがあるとおり、はい、まあ皆さん本当にあのー、人生ってね、山あり谷あり、紆余曲折あって、まあ、後悔が残るようなこともいろいろね、あったかもしれませんけれども、やっぱり最後ね、あのー、自分らしい人生を、えー、過ごしていく。 で、また、そして、その、まあ、それまではどういうことがあったとは別に置いといて、その自分らしく生きている、そういう人を見ると、周りの気持ちもね、変わっていったりするので、あのー、本当にこう、最後ってものすごく大切なんじゃないかなと思うんですね。あのー、私はやっぱり60歳ですから、あの、その親の世代っていうと、今、あのー、 存命の場合は、まあ、90前後という超高齢化社会になっているわけですけども、あの、まあ、私は両親ねもうすでにあの旅立ってしまいましたけども、まあ、身近にいるそういうまあ超高齢化と言われる方々のこう、生き方をとして、やっぱりいろいろ思うところがありまして、やっぱりこう、本当終わりよければ全てよしなので、あの、なんかこう、 できるだけね、自分らしく、そしてこう、えー、周りにも優しいような、こう、環境づくりみたいなことをしていくことというのが、ものすごく大切なこと、自分にとっても、こう、大切な周りにとっても大切な、あの、ことなんじゃないかな、なんていうふうに思っております。なるほど。はい それを叶えていく上にあたっての目標や計画というと、どういったところなんでしょうかあ目標と計画と言いますと、あの私はです、ね、この思い出編集士で、就活の片付けメソッドを持っている。はい ねまあ、それによって、自然に誰もがちょっと心が変わっていくというか、あのー、自分らしい生き方ができるようなメソッドを持っているので、まあ、それを、ねあのー、多くの方に知っていただきたい、まあ、広めていきたいという気持ちをすすごく持っていますあなるほど、そのこの片思い出をこう、ね、片付けメソッドというのをもう少し、はい、詳しくお聞きくださいね、いかせにるでしょうか。 はい。あの、まあ、片付けメソッドって言うとね、単なる、こう、お部屋のお片付けをイメージしてるかと思うんですけれども、うん、あの、もう、もちろんね、お部屋は片付いでスッキリするのは、あの、当然のことなんですけれども、あの、就活の片付けメソッドということで、若い人には、なんか、こう、味わえなかった、片付けをするとご褒美があるんですね。え,え、はい。 どういうことかというと、まああのー、高齢になっても、ね、家の中にこう捨てられずに持ってたものというのは、まあ、大切な思い出のものがやっぱり当然増えていっているわけなんですね、はい、けれども、普段ね大切で捨てられなくて取ってあるけれど、あんまりそれを見,見返すことって実際、あんまり皆さん、していらっしゃらない。 そして思い出ってねなんか皆さん大切な思い出って心の中にちゃんとしまわれているように思ってらっしゃると思うんですけれども、はい、実際にやられてみるとびっくりする,ると思うんですけど、はい、思い出ってかなり忘れちゃってるんですよ、はい、<laughs> そうですね。そうですよね あ、でも無意識ですけども、うん、それで片付けをして。まあクローゼットの奥とかね。お尻の奥から懐かしいものが出てくると、はい、そこでもう何十年もこう忘れていたようなことが、昨日のことのように蘇るんですよね。はい、で、そこにあのー、これから前になんか自分らしく生きていくヒントがあるというメソッドなんです。えー、その中に自分らしく生きていくヒントまであるんですね。うん はあ、なるほど。実際なんかあの、そういうお声を聞いたり、逆にまあ、小野さん自身もこう、経験されたりもしたんでしょうかやはりそう。はい。 例えばですね、はい、あの子供の頃にね、買ってもらったものなんか出てくると、はい、当時は子供ですから、子供心の,あの買ってもらって嬉しい、うん、ありがとうでしかなかったわけですけれども、はい、まあ、年齢を重ねてね、人生経験いろいろな積んだ上で、そのものを見てみると、やっぱり当時の親の気持ちだったりね、そういうことがまあ痛いほどわかるようになるので、もうありがとうの意味合いが、もう何十倍にも膨れ上がるんですよね。 そういう,こうなんかものすごくあの自分はどれほどの人のこう思いとか、ね、ご縁に支えられてきたっていうことをも,うものを通してどん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 蘇っていくきっかけにつながっていくんです。なるほどですね。なんかすごいやっぱりこう忘れていた思い出とかそういうものに出会うことを通してなんかこの自分というものの範囲がすごく広がりそうですね。あそうなんですよだから本当にこう忘れてていることって も,もったいないっていうかね、はい、にこう自分の一部であったことなのに忘れているっていうのは本当にもったいないので、まあ、片付けをしながら、あのただただそれ、思い出を取り、あの思い出しましょうって言っても、なかなかね、あのきっかけだったり難しいと思うんですけれども、部屋を片付けながらだと、まあ、一石二鳥にもなります,、ねすね、確かに。<laughs> はい、いやるもきいいんじゃないかなと思います。はい なるほどいやっぱりそこで私自然になんか感謝の本当ありがとうがし自然と湧き上がっていくから自分自身の気持ちも本当にこう軽やかになっていきますしそれによってこうやはり例えば何かわだかまりがあった。 その身近な家族関係とかに対してもすごくイメージが変わったりっていう機会にもなりそうですね。はい、おっしゃる通りです。ですけどね、あのそのねいい思い出ばかりを蘇るというのはやっぱりちょっときれ綺麗ごととといいますか、はい、やっぱ物事って何あのどういうことも表裏一体じゃないですか。はい、だからもちろんね、はい、いいこともたくさん思い出しますけれども、まあせっかく忘れようとしていたもう思い出したくもない記憶がと、はい、あの蘇ってしまうってことも同時に起こるんですね。はい。はい そこでねああこんな嫌なこと思い出しちゃうからもうしちゃったんだから片付けなんかしなければよかったということではなくてそこで改めてね自分の人生を振り返ってみるとまあ本当におそらくほとんどの皆さんが山あり谷あり紆余曲折乗り越えてまあ,あのその就活世代までたどり着くわけですけれどもまあそれをね結局投げ出さずに頑張ってきたからこそ就活世代にたどり着いて。 だからまあ、まあ辛い思い出は辛い思い出だったかもしれませんけれどもそれをやっぱり乗り越えてきたっていう自分をもう一度こう見つめることができて、まあ、よく頑張ってきたなっていうようなこうこう自己肯定感が高まるっていうかそんな時間にもねしていただけるんじゃないかなと思っていますいや素晴らしいですねいや本当にこれは 人間一度はやるべきことですね、はい、この就活のほどこう片付けというところ、はい、ありがとうございます。はい、そんな小野さんのこう日常の,ねです、ね、あの日々の活動指針や実践行動というと、どういったところになるんでしょうか。えーとですね、そのこのメソッドですけど、ね、やはり、ね、多くの方に、あのー、知っていただきたいなと思いまして、あの私、もともと編集者なので、あの文章を書けますので、 人生で一番素敵な片付けという本にまとめて、えー、去年、あの、三笠書房さんから出版しております。はい。それと、まあ、このメソッドはですね、やはり心に効能があるということで、精神科医のお医者様からのご推薦もいただいていますので、まあ、このメソッドをもって今、あの、いろんなところでセミナー活動をさせていただいて、あの、多くの方にお伝えをしています。 なるほど、はい、はい、ありがとうございます。やはりこれをあのほどこう伝えていく中で、特にこう大事にしていらっしゃるポイントとかあったりしますか？うん、あの私まあ私もそうですけれども、やっぱり あの、つらかったことがなかった人なんて、やっぱりこう、いらっしゃらないと思うんですよね。なんか、一見、な、うんの悩みがもうなさそうなね、なんか明るい方でも、ちょっとお話ししてみると、実はなんていうね、ことって、本当に多々あったりするので、もう私は本当に、もう、こう、とにかくね、就活世代までたどり着いてる方、すべてがもう、本当にこう、素晴らしいというか、もう、なんか、 もうだね、やっぱり残念なことに若くして、ね、旅立たれる方もいらっしゃる、なんか,なんか本当にこう就活世代まで生きてきている、私を含めてね、もうこうなってくると、なんか奇跡のような存在なんじゃないかなっていうふうに、私はとるほどは思うようになってきたので、あのー、そ,そんな気持ちでね、お客様に、あのー、セミナーに、ね、来ていただくる方には、なんか接するように、あのー、しております。 いやありがとうございます。なんかこの小野さんの不思議とこう、何ていうか安心感と言いますか、思わずこう頼りたくなる気持ちっていうのがすごく感じるんですけど。 それがやはりその本当に出会う方、奇跡の存在として、よくここまで大変なことがありながらも、ここまで来たよねっていう、もうそこに対する無限大のこう称賛ってやっぱその心があるからこそ、やはり出会う方が本当安心して、あ、小野さんならってきっと思うんだろうなというふうに感じましたね。で、そうだといいんですけれどね。はい、いや、すごくそんな感じはして、私はもうなんかその、なかかここ心、心がなんかこう、はあって頼りたくなるような気持ちになりましたね。 ありがとうございますもともとは編集者としてやりながらも今はこう、今、まあ、思い出メソッドということでやってらっしゃるんですけれども、まあ、こういったこと,あのことをやるようになった、一番大きなきっかけ発見というと、どうういったとこになるんでしょうか、はいえーとね、50代半ば近くになりまして、うん、あの父親が、ね、まずあの85歳で旅立ちまして、はい、それの遺品整理を体験。うん したことから始まるんですけれども、その遺品整理っていうと、皆さんこうイメージされるのが、片付ける労力的な大変さをイメージされる。うん と思うんですけれどももちろんそれはねありますよ。やっぱりあのたくさんのものを、ね、整理していって,こうやってくるその大変さはあるんですけれども、それよりも私が感じたのはあのこれは親子関係にもよるとは思うんですけれどもね、やっぱりこう大切な、まあ、私は本当と,と仲良かったものですから最愛の父のまあ、遺品を手放さなければいけないという心のつれさ <laughs> なんか そっちの方がものすごく辛くてですね、であのー、私の父の場合はその、手放したくないものというのが、まあ、そんなお宝鑑定団に出すような、そういう高価なものということでは別になくて、あの写真を撮るのが趣味だったのでね、はい、アルバムをね、<ー>何近く残して旅立った <laughs> それはやばいですね。<laughs> でそれで、ね、見たら、写真って言ってもほとんどが家族との思い出。 ばっかりの写真なので、もうどれもう父親の愛情の塊みたいなものなんですよね。ですから、気持ちの上では、お父さん、ありがとう、もう、このお父さんのね、愛情。私やこのアルバム、一生守ってあげるからねって、あの心を思うけれども、でも、うん、物量はっていうところで、そうなんですよ。 ど、ど、どうしたらいいんだというところで、まあ私は、あのー、編集者、ずっとね、書籍を作る編集者をやっていたので、あ、そうだ、この何十冊というアルバムは全部は取っておけないけれども、一冊のダイジェスト版にさえ小さくまとめておけば、これはずっと死の愛情を残しておけるということで、あのー、その思い出、あの、フォトブックを作ったことがきっかけ、 なんですねでそれでまあ、最初は本当に自分のため、あの兄一家のため、あのその時母存命だったので、母のために作ったわけですけれども、思いのほか、もうものすごく喜ばれまして、それで、ああ、こういった大切な思い出のものをね、もう持っていたいけれども、どうにもならないっていうお悩みごとは、どこのご家庭にもあるんじゃないかということで、まあ、これを。あの あのその思い出をね小さくまとめるというサービスをしていこうということで起業をしたわけなんですけれども、それと同時にね、やっぱり50代半ば近くになってくると、同世代のお友達をね、仲のいいお友達をこう病気でね見送るという悲しい経験があの重なりまして、そして、えっと、その、 えー、友達が旅立った後のね、お家にちょっと招いていただいて、その遺品をね、よかったら片身になんて言ってくださって、ありがたかったんですけども、ちょっとそこだ私は、あのー、ふと思って、あ、自分の持ち物って旅立ったと同時に、もう、本当に人のものになってしまう。はいで。その遺品をね、本当に いくら親しい友達とはいえと、もうすごくプライベートなものだから、うん、あの、彼女は本当にこう友達とかに見てもらいたかったのかなみたいな、ちょっと不思議な気持ちになったんですよ、ね。はいうん、で、そこで、あ、そうか、やっぱり人間ってね、いつ何時どうなるかわからないわけですから、私が急に明日旅立っちゃった時に、私の今の持ち物は誰かがこう、全部見ることになるんだなって、こう、はっと気がついて、うんはい、その時に、 恥ずかしい話ですけれども、うん、もう、あの、なんかね、仕事が忙しいを言い訳に、もう、ほんと部屋は散り散らかり放題、持ち物は僕にある,、はい、ある、あの、あった状態だったんで、これをちょっと他人に見られるのは恥ずかしいな、な、っていう、動機、はい、から、うん、私自身も、あの、まあ、生前整理というか、大規模な断捨離をしたところ、さっきお話ししたようにね、はい、片付ければ片付けるほど忘れていた思い出がどん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 ,どん蘇ってきて、 あのー、本当にこう、ちょっとその頃ちょっとしょんぼりしていた時期だったんですけれども、はい、本当に思い出を取り戻すことができて、もう一度前に抜、ね、くことができたので、うん、まあそのこうメソッドとして作り上げた上で、あで、のー、私の経験をもとに、えー作り、メソッドを作り上げて、思い出編集室を、あのー、起用したわけなんです。 なるほどいやありがとうございます。本当にこうね、あのお父様のアルバムむしろまあご自身のそのね、あの整理っていうところにしろ、やはりそのものを片付けることを通して、本当ご自身のやっぱ気持ちを整理していかれたんですね。なんかその辛い気持ちを本当こうね、コンパクトに、それも一緒にコンパクトに <laughs> まとめたり、うん、いろんなこう、しょした気持ちを思い出のこのねと、ものを通しながら、その中で自分の気持ちを本当こう、整理していくという。 やはりその効果がやっぱ非常にあるということなんですね。はい、いやあ、りがとうございます。はい。そうですね。改めてまた最後なんですけれども、あのやはりこういうふうに、ね、整理をしていかれるっていう、やはりそこにあのすごくやっぱりあの価値を見出して、本当にこれを、まあ 企業までしようというのってやっぱすごいなと思うんですけれども、やはりそ,そこまでして、やっぱりそこにフォーカスされたのが一体どういった背景があってとっていうところですね、やはりその、単に物のせいじゃなくて、それを通して、やはりご自身の、ね、そして人の気持ちをやはりこう整理していくというところをやはりまあ大事に思われたのが、どうういっったた背景だったんでしょうか、はい、やっぱりですねあの、50代半ばぐらいになって、 できて、えー、そうすると、こう、ちょっとやっぱり人生のか、か、節目といいますか、まあ、私で言うと、ちょうどその頃、あの、長年勤めていたね、あの、出版社から離れて、ちょっとフリーでやっていこうという、矢先だ、でして、で、まあ、子供も、あの、大きくなって、まあ、それまではね、子育てに仕事に、まあ、本当に、もう、余裕もない、あの、暮らしをしてたわけなんですけども、あの、ふとちょっとこう、 一息つくような時期だったんですね。そうしたら、なんか、こう、本当にプツッとこう糸が切れてしまったように、なんか、こう、頑張ってきたけれども、なんか結局それって、子育てに仕事に、なんかすべて中途半端だったんじゃないかなとかね。あとは、あのー、そうですね、夫とか、私、実はかなり価値観が違うんでね、それにずっとちょっと苦しんでたといいますか、もう、でもまあ、 いろいろ思いながらも、まあ、突っ走ってこう50代半ばまで来てたんですけど、やっぱりちょっとふとこう、なんかん一息ついたところで、これ、私の人生はかったんだろうかっていう場合、場ものすごいいろんな感情がこうなんか湧き上がってしまって、かなりちょっとこうしょんぼりしている時期だったんですよね。ですけれども、まあ、片付けをしてみて、いろんなものが。 出てきたことで、まあ、例えば、夫のことであればね、やっぱり、あの、夫がいたからこそ、できた経験だったりとか、夫の存在があったからこそ出会えた、もう今も、あの、かけがえのない親友がいたりとか、その、なんていうか、今はともあれ、やっぱりこう、自分の人生の中には、ものすごくやっぱり夫、 との存在によって、あの、私に幸福をもたらしてくれた部分に、こう、気がつくことができたりとかね。あと、まあ、子育ての部分でもものすごく、こう、あの、後悔があったり、いろいろあるんですけれども、まあ、あの、いろんな思いをやってみると、まあ、私なりにはやっぱり頑張ってきたんだなっていうことにも、ま、気がつけたと言いますか。だけど、まあ、その後悔の部分っていうと。 あのやっぱりやり直すことはできないんですよね。で、じゃあその後悔もやり直せないんであれば、じゃあどうやって生きていくことが、その自分の後悔を消すというか、まあ、その後悔をした相手にとっても、直接的な,、ね、なんか取り返しはつかないかもしれないけれども、それを、まあうん、取り戻せるような生き方ができるのかという、本当に考えるきっかけになりまして、でうん、そうですね、だから本当にこう、 5 0代半ばぐらいって、もう本当、現役だから忙しくて、なかなか自分をね、振り返ることっていうのをしない、しにくいと思うんですけど、片付けをしながら、やっと振り返ることができて、なんかこう、すごく大切なものを過去にこう落とし物してきたものを取り戻したような、そんな感じなんですね。うん、そうしましたら、うん、本当にちょっとしょんぼりしてい,いたんですけれども、なんかこう、や,やる気が取り戻したり、こう、ね、感謝の。 あの取りり戻したりでものすごく元気になりまして、そしてこの思い出編集室をね、立ち上げるほどの元気が、<laughs> すごいことができたので、なんかね、まあ、こんな私の体験からですけれども、おそらく多くの皆様もね、同じように片付けをして思い出と振り返ると、きっとあの忘れていたいい思い出とかね、頑張ってきた自分を。 もう一回見出すことができると思うんで、それをなんかお伝えしたいと一心ではい、<laughs> やっております。はい,いや、ありがとうございます。もうすごく感動のお話だなと思ったんですけど、はい、あれ本当やっぱり特にね、あのやはり この3年の世代のやはり日本人というのはとこうひたすら走ってきてなかなかもう帰り,帰り見る機会もなくてお仕事もされている女性となるともう本当に自分のことを置いてやるしかないもう大変なことも飲み込んでやるしかないって言ってでそれでやっぱりでも走り続けるのも本当やっぱり限界があるなと思いますね。その中で本当にこう立ち止まって 振り返ときにいやめちゃくちゃゃく頑張ってきたよともう本当にすごい、すごいいいコンタクトんですごい頑張ってきたっていう、やはりその、ご自身やはり気持ちに整理をつけるということがものすごく大事ですし、やっぱ救われるなと思いましたね。まあ、本当にこの、あのー、もう一度人生、 ですね本当、これからの人生、もう一度本当、輝いていくためにも、はい、本当、そして最後、すっきりと、本当、心穏やかに追われるためにも、この本当、思い出をこう片付けていく、ご自身の気持ちを片付けていくというこの、この小野さんがされてらっしゃることが、多くの方の希望になるなというふうに感じました。はいいありがとうございます、はい あそれでちょっとね話は戻っちゃうんですけども、はい、やっぱりね片付けておくということは今その就活世代の皆さんがね合言葉のように周りに迷惑をかけたくないっておっしゃるわけですよね,ね、はい、ですけどどうしても今それってちょっと言葉だけが先行しているようになっちゃうなってるなと思うんですけどもあのその周りに迷惑をかけたくないって大切な人のためを思っているすごい思いやりの気持ちを 持っているわけですよね。ですから、やっぱりこう、ある程度自分のね、あのー、持ち物を整理したり、就活をやっておくということが、何のためにやっていくのか。 っていうのはやっぱり大切な人のためというのも片付けを通しながらあの、えー、気が付くこともできるのであの片付け以外の就活もどんどんあの積極的に前向きな気持ちであの取り組んでいただけるようになるんじゃないかなそうするとこう最初にお話しした「終わりよければすべてよし」という、まあ、自分もこう心穏やかにいられるし大切な周りの人にとってもねあの穏やかな環境になっていくんじゃないかなそんなふうに考えてます。 はい、ありがとうございます、はい。世代を超えて多くの方に響くメッセージだなと感じました。はい。えー、それでは、えー、今回は株式会社クルーリ社の代表取締役、えー、思い出編集室、小野恵さんにお話を伺いました。小野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。